事な演技でしたよね。やっぱりあの3枠を取るためには、はい、やっぱりワグナーは実績がありますけど、初出場の彼女の出来で、やっぱりその3枠を取れるかどうかっていうところですからね。そうですね。彼女はそのミスのところはマイナスがつきましたけども、その他のところはプラスがたくさん出ていますね。そうだと思います。やっぱりあの演技にね、やっぱりあの大きさを感じさせますよね。全体としてね、もう伸びやかなね、素晴らしい演技でしたね。次は14番滑走です。スウェーデンの選手、ビクトリア・ヘルゲソ、24歳の選手です。6年連続6回目の世界選手権です。ショートプログラムは10位でした。この10位という成績をキープしたいと願っている選手です。妹さんもフィギュアスケーター、国内では妹さんに負けて7連覇なりませんでしたが、ヨーロッパ選手権では彼女が上の成績、世界選手権の代表メンバーに選ばれました。曲は白い恐怖。トリプルフリップの予定がダブルになってしまいましたね。腰が回ってしまいましたね。どうしてもマイナスになりますね。手をついてしまいましたし、マイナス2っていう評価になってもしょうがありませんね。完全なプラスのスピンです。この後しっかりカバーしていくことが大事ですね。最初のジャンプがちょっとバランス崩してますね。トリプルサルコですから、もう完全にマイナスになってしまいましたね。
れぞセカンドジャンプがもうパターン。6年連続6回目の世界選手権、スウェーデンの24歳ビクトリア・ヘルゲソン選手でした。まあなんていうんですかね、スケーティングだとかですね、はい、ポジションとか表現なんかはとてもいいものを持ってるんですけれど、はい、いかにせんね、ジャンプミスが多すぎましたね。今日はそうでしたね、はい、トリプルサルコーだけが、まあ、なんとかクリーンに近い形でおりましたけど、それでもね、トーにかかってるんですね、うん、それ以外の部分はジャンプコンビネーションも例えばセカンドジャンプがミスしてしまうというような形で、ほとんどそのミスがついていくっていう感じになりましたね。ですからやっぱりジャンプで高い点を取るということができない演技になってしまいましたね。スピンなんかは素晴らしいスピンをしてますから、うん、まあ、そういう面で5コンポーネンツ全体としての評価はね、それなりに高い評価も取れると思うんですが、肝心のエレメンツがね、うん、本当にクリーンなものがほとんどなかったって言えますよね。ですからそうなるとやっぱりショートで10位を取ってて、フリーで同じように10位を取るっていうのは非常に難しくなりますね。そうですね、はい、まあやっぱりなんていうんですかね、転倒はないけれども、はい、ほとんどのジャンプのコントロールがうまくいってなかった、やっぱプレッシャーですかね。そうかもしれないですね。その妹の部分も頑張りたいという気持ちが少し強すぎたんですかね、昨年は11位という成績でしたけれども、昨年とまた違うメンバーで戦っているレベルの高い大会なんですよ ね、 そうですね。なんていうんですか、妹さんの方がね、もっとね、はい、パワーがあるっていう感じの滑りなんですよね、うん、はい、で彼女の方が美しさのある滑りなんですね、ちょっと違ったタイプなんですけど ね、 そうですね。だから2人揃ってね、ちょうどいいなっていうような、うん、そういう感じだったんですけどね。そうですね、得点です。100.44 というフリースケーティングのスコアはシーズンベストとはそんなに変わらないスコアになっています。得点は 158.80、 滑った中での4位という成績です。スウェーデンのビクト